はい、それでは魔王城の続きを今回もやっていこうと思います。前回は右側を突破したので、今回はこっち側をやっていきましょう。なんかおるけど、これスルーはできるな。スルーできますね。おー、なんかやり合ってる。で、奥に行くと、あ、ちょっと待って、助けてください、この苦しみから。わあ、5対3か。前回からね、ちょっとね、MP が残ってるのでね、あえて回復してないんですけど。あ、でもいけそうだね、普通の攻撃で。よし、ボコスか、ボコスか。ナイス。ほう、俺がやったムクロどもたやすく。お、ソイソーかなこいつ。久しぶりだな、外方剣士ソイソー。おー、ちょっとこいつも人間系かな。なんかシュッてしてる。お前はここまで来るとは思いもしなかったぞ、グレン。お前もあの時サイラスがいなければ同じ運命になっていたのだ。先ほどのムクロたちとな。あ、こいつはすぐにバトルなんで、あ、回復しときゃよかった。早速ヘイストかけていきます。ちょっとやっぱマールちゃん大事やな、ヘイストかけるの。よいしょ、マールちゃんにヘイストをかけて、何かあった時にね、回復がすぐに機能できるようにしたい。あ、なに、つきつきつきって。あ、ちょ、やめてやめてやめて。あ、おー、あー、よかったよかった、そこまで痛くないな。あー、回復すればよかった。よしよしよしよ、とりあえずヘイストかけていこう。ヘイスト、あ、なになになに、あー、まあ大丈夫、まあ大丈夫。よしよしよし。で、ヘイストでカエルにもかけて、で、この後ちょっとマルちゃん回復しましょうか。でもなんかこういう敵ってさ、一撃必殺系の技使ってきそうで怖いんだよね。 HP1 にします的な、いたよね、このトリガーでも HP1 にするやつ。よしよしよし。お、ナイス、いいね。あれだな、なんか特技も強いけど、あ、またツキツキツキが来た。ツキツキツキ、いた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 。お、いいね、連携するか。 X 切り、どっちが強いんだろうな。あ、強い、 X 切り、あ、めっちゃ強いめっちゃ強い。じゃあ X 切りしていこう。はいはいはい。お、いいね、500以上。あ、ない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 。あ、よかった、まずそこまで。あ、ちょっと変え、あ、あれ勝った、あ、やった、やるやる、膝肩部位に本気でいくか。あ、今から。あ、そうだが、サイラス抜きのお前に私がやれるか。くそー、もう一回ヘイストかけ直しか。でも X 切りがね、めっちゃんこ強い、めっちゃんこ強い。ちょっとね、カエルを回復させないとやばかったな。よーし、オッケーオッケー。おお、よいしょ、 X 切りでヘイスト、よし。おー、これは強いね、3人全員入っちゃうからね。ちょっと回復をほどほどにしていかないとやばいな。必ず複数体攻撃受けるっていう、強いね。連携で X 切りして、やばいやばい、マール回復しないと。よいしょ、ほい。ね、ムーンちゃんにヘイストかけたいな。いてててててて、連携 X 切り、
い。回復しないとやばいね。ちょっと待って、やっぱ X 切りでいこう。痛い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 。X 切りして、あ、これでちょっとヘイストかけられるかな。ヘイストかけて、よしよしよし、これでちょっとキビキビ攻撃できるかな。あー痛いー。ほい、オッケー、受けある、カエル回復、いや強いわー、 X 切りよいしょ。おっ、あー何、はーって倒したかって思ったら、そんなことない、やばい。はい、あ、倒した、やったー、イエーイX 切り無双したわ、見事だが魔王様のため戦いに敗れ、我が人生に悔いなし。ちょっとか、超いいじゃん、騎士道よ、騎士道、ナイスナイスゲーム。お、ソイソーと、あ、強そうな気がする。あ、めっちゃ上がるじゃん、素早さも上がるし。あ、めっちゃでもないけど、まあ2ずつか、でもでかいよ。わーい、ちょ、なんかソイソーちょっといいね、騎士道を感じた、かっこよかった。セーブしようで、あー、ちょっとシェルター使うか、シェルター。あ、ちょ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 、次、最後の敵かな、ちょっと怖いですよね。よし。OK。うろったー。もう一回セーブしよう。魔王がなー。よし、じゃあ行くか。で、こいつらとはバトルをしたくない。よいしょ。ここ出ます。お、でここね、最後ビネガーか、ビネガー倒すかな、ついに。あー、ワープしたぞ。あ、なんだよ、バトルなんのか。あー、そのまま行こう。しもべ自体はね、そこまで強くないですからね。よしよしよし、あんまり MP を使わないように。ナイス、端っこ取ってた方がいいかなあんまりなんか適当エンカウントしたくない。あ、あ、これ、あ、なんだ、必ずバトルなのね。はい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 、痛い痛い。まあ HP に削れたぐらいだったらポーションで回復すればいいので、極力通常攻撃でやっていきましょう。よし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 、いや、どうしよう、なんか魔法しか効かない敵だったらめんどくさいけれど、ピュンピュンピュン。あ、強い強い強い。ナイスー。あ、この戦闘 BGM ね、かっこいい。もうやっぱいいね、なんか、本当にこれ昔のゲームだったんだな、超かっこいい。こう演出がいいですよね。なんか私のお友達の実況者さんも、なんか私がまさかクロノトリガーの実況をするって思ってなかったみたいでびっくりされてて、はい。でもね、私もね、あのね、会社の先輩がね、あのクロノトリガーっていうゲームだけはやったっていう言葉がなければね、やんなかったと思いますからね。普段ゲームやらない先輩が唯一ハマったゲームって言ってたので、ほうって思ってやったんですけど、うん、でもやってよかったですね、いいゲームやで。あー、敵が多いやっぱりソーサラーから先にやる。よしよしよし、みんなクロノトリガーのキャラだと何が一番好きなんだろう。今まで私の動画に出てきた中で
リスナーさんの中ではね、なんかね、あのロボが一番好きですってね、方とかいたんですけどね、コメントで書いてくれて。私は今のところやっぱカエルかな。カエルが好きだな。でもなんかグレン君イケメン臭するしね。よし、ナイスー。なんかさ、あのもらえるお金とかさ、経験値がえぐいんですけど。あ、来た、カエル。ちょっと回復しようか。ポーションがたくさんあるので、よいしょ、もう一回ぐらいかな。もう一丁、よし、じゃあ行くかな。あそこのアイテムがね、消えない。あー、あいつビネガルな、ミストローブ。戦いの前でいいアイテム来るのやめ。ちょっとミストローブ、あー上がる、防御力、あ超上がんじゃん。え、マールだな。うん、マールだな。え、ちょっと待って、ちょっと待ってね。カエルとかでも装備できるのかな。あんまりあのね、いいお洋服あんま持ってないので、ちょっと待って、ルビーベストに変えて。あー変えらんないか。あ、やっぱりなんか魔法使い向きなんだな。じゃあやっぱマールだな。じゃあ行きましょうか。おーし、来たぞ、ビネガー来たか。そいぞー、マヨネー倒したんだな。残念だったな、ビネガー。やつらはもう助けには来れん。このケロケロ野郎。お前も似たようなもんだけどな。ビネガーパンチ。あ、ビネガーパンチした。逃がさん。ビネガーパンチちょっと可愛かった。え、なにここ。あ、こいつがやってんのか。怖い。あ、ダークメール、ちょ、なんか良さそうなんですけど。あ、ダークメール、あ、上がるね。魔法防御が上がる。これはちょっとカエルにやっておきましょう。怖いって。やりおる。だからこれはどうかな。あ、やめて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 。ちょっと待って、ダメージ受けてる。あー、ちょっと受けてる。あ、受けてないか、どうだろう。受けてた。ちょ、痛え。めっちゃダメージ受けた。あー、おとなしく回復。やばい、一回当たると50万受けんのか。やば、怖。よし、行くぜ。あ、ちょ、怖。ぜはぜはぜは、バカな。まだ逃げるか、この野郎。あー、一気にダメージングが。ごめんな、お前ら。よし、ここでさ、なんかシェルターがあったら泣くんだけど私。あ、デスフィンガー。誰のアイテムだ、デスフィンガー。ブランドリオンは外せないもんな。あ、デスフィンガー、あー、ロボなんだ。おー、なんか新しい装備品をゲットすると使いたくなっちゃうね、そいつが。下にはいけない。ちょっと邪魔だよお前ら。あ、バトルになんない。あ、ちょ、ないない。あー、こいつはバトルになる。はい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 、よし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 。あー、お前らもか。あ、MP 吸い取れた、もしかして。うわー、あ、こいつもか。こいつもこいつもやらないとダメだね。魔法攻撃に弱くなった。あっ、ちょっと待って。サンダーか。こいつ魔法で攻撃しないとダメか。物理攻撃に弱くなった。あ、こいつか。血文字で書かれてた文字の敵。魔法をかけると、そ
そう、物理攻撃に弱くなったりとか、なんかいろ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 なんかやべえやつで魔法攻撃に弱くなる。よし、こんな感じでやっていかないとダメなのか。なんだ、ボスのことかなって思ったら、そういうわけではないみたいだね。あー、よかった、倒した。おー、あ、カエルがヒールを覚えた。お、なに、回復してくれるやつ、ヒールって。あ、HP、 味方全体に HP 回復中。え、超いいじゃん。ナイス、カエル有能すぎ。よし、こいつはね、そこまで強くないんですけど、よかった。あ、痛い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 、なあ、あー、ムクロたち。こいつらは通常攻撃でやれるので。そう、ビネが逃げ回りやがって。いや、マヨネーとソイソを2人追加してたら、ちょっと勝てるかどうか分かんなかったですよね。あいつは結構強かったもんな。ビネが強いんでしょうかね。なんかね、あいつぐらいだよね。こう魔王女に来る前に出会ってたやつ。痛い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 。よいしょ。よし。今回もちょっと X 切り祭りが始まるんでしょうか。 X 切り超強いからな。よし、ナイス。ちょっと待って、ここどこ。あ、バリアボール、シルター。あ、ここもしかしてサービスポイントちゃん、いいところに落としてくれたんじゃない。ミドルエーテル、ラピス、ラピス、ラピスって何、アイテム。よいしょ、 HP 回復200全体。あ、マジでいいじゃん。ちょっと待って、ここで、いや、シェルター使うか。まあ、こういう時に使わないで、いつ使うんだって感じやもんな。で、HP 回復して。超、ビネが超いいやつじゃん。まさかこんないいところに落としてくれるなんて。ん？え、なにこれ？敵だったんかい。はてなはてなになってるけど、魔法効く？あ、効くね。魔法で倒すのか。はい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 。あ、なんかもったいないことしたな。せっかく回復したのに。あ、まあレベルが上がったし、いいか。え、これどうやって外出んのこれ。あ、これでは倒さないとダメか。わー、せっかくシェルター使ったのにな。ちょっともったいない。しゃあないか。はいはい。私一番最初に正解を引き当てちゃったんですね。だからか。なんかね、これ敵っていうこと知ってればな、全部戦った後に回復するんだけど、もったいねえことしちまったわ。よし、経験値とお金が超うまいこいつ。ちょっと待って、なんかせめて今日あのビネが倒して終わりたいんだけど。あー、でここ、おー、戻ってきた。お前よ。あー、また。もうなんだよこいつは。よー、あ、今度ここが敵なの。あ、そう。やべえ、ちょやめてよ。ちょっとボス戦前にさ、ここまで MP 消費させんのやめてください。ひどいひどいひどい。そう、エーテルあんまり使いたくないんですよね。よし、今度どこ？あ、ここが回復ポイントか。セーブだけして、あー、ぐっそ、とことん
私は戦闘の逃げ方わかんないんだけどさ、まあ多分こういう戦闘は逃げられないと思うんですけど、逃げ方ってどうやればいいの？もう DS 版の操作で教えていただけると。逃げるコマンドってないんですよね。よいしょ、はい。よし。じゃあ多分ね、あともう一箇所ぐらい落とし穴が来ると思うから、そしたらちょっと一回回復しよう。回復やむをえんよな。でこうして、今度どこを落とすの。ああ、くっそー、あと2、3箇所ぐらいありそうだな。ふう、やっと到達しました。ああ、ちょ待って、嘘だろー、もうあ、よしよし、一発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 、よしよしよし、くっそこいつ、よいしょ、来た、ゼハゼハゼハな、バカな、まだかー、こいつー、いててててて、あー、やばいやばいやばい、敵が反撃の連携技、へー、これこいつするんだ。よしよしよし。え、今度はこうしたら、魔法攻撃に弱くなるから、こいつでサンダー当てて、で、今度は物理だね。よしよし。そう、アイスが覚えたんですよ、マールが。よしよしよし。ここまで強くない。いや、ここ超めんどくさかった。ほんと、さっきのステージ。あー、たたたたたた、なになになに。お、来た来た来た。ちょっと待ってね。一回ここね、回復しようか。技。ヒール使おう。あ、いいじゃん、いいじゃん。いい感じに回復してくれるね。ん？なに今度は。あ、敵が出てくるのね。はい。ちょ、アイスがね、一掃できるかな。あ、強っナイスです。お、ここもまた出てくるかな。そうだよね。よしよしよし。え、この奥にいるでしょ。あー、やべえ、ちょっと待ってよ。ね、ちょっと待って、アウトローをやる、カエルもアウトローをやる、でアイスがかける。痛い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 。でそしたらこいつら、下のジャグラーちゃんが追加金弱くなるからこいつをやる。よし、こいつもそうかな。よし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 。あー、強い。さあ、あともう一体か。あー、ちょっと待って、あ、ここにアイテムがありますね。おー、みんなこいつかー。だって変になんかターン数狂わせてもめんどくさいから、アイスがで全体やって、でその後こうやっていくか。マールの MP 回復させたいですね。よし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 。よしよしよし。変える。オッケーオッケーオッケー。で、残りの2体も、物理攻撃に弱いはずだから。ナイスー。オッケー。あ、やばい、もう30分なっちゃうよ。なんバカな。もうバカなじゃないよ、もう。ぜーはーぜーはー、もうだいぶ疲れてきてんじゃん。ちー、打ち止めか。よし、スピードベルト。あ、アクセサリーかな。スピードベルト。あー、素早さ速くなるな。勇者バッジ、もんちゃんにつけます。パワー手袋、攻撃と力がちょい下がるけど、でもここにここまで来たってことは使えってことだよな、きっと。よし、じゃあちょっと素早さ上げてこうぜ。
で、丸を、エーテルでちょい回復させたいけど、そうだな、ケアルで、ケアルかけて、よし。で、アイテムで、ミドルエーテルか。これあげよう。よし、オッケー。これでいいでしょう。もうさすがに来るよね、ビネが。まだ戦闘とかやめてよって。マジかよ、もうめんどくさいな、もうこいつ。もう、どんだけあれやねん、場をつなぐつもりなの、この、雑魚敵で。もう雑魚敵もかわいそうだよ、ほんと。さっさとボス出てこいやってな。こうなんか、お上際悪いやつ嫌いですね。ねえ。そいそとマヨネーは潔くやられたのに。あ、アイテムアイテム。あ、アテナの水。はい。もうさすがに。あ、痛い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 。もうさすがにやってこないでしょ、もう。回復しよう。せっかく MP も回復させたのにさ、こいつ本当にやりやがったよな。よし、行くか。あ、ちょっと待って。あ、アイテムがある。お、ミストローブ。お、2着目 ?2 着目で、ここはマジックスカーフ。ちょっと待ってよ。どっちがいい？マジック、魔力プラス2。魔力プラス2。ちなみに、あ、ミストローブ、ルッカもいけるんだ。なるほどな。でもめっちゃ上がるもんな。身につけさせておきましょう。よし、いっか。じゃあ行こう。はい。ようやく追い詰めたぞ。年貢の納め時だな、ビネが。せや、もう上下が悪い。グゲゲ。だが魔王様はすでに呼び出しているだろうよ。ラボス様をな。やられはせん、やられはせんぞ。わしのバリアはある。あらゆる攻撃を受け付けぬのだ。ん？あらゆる攻撃を受け付けない？ちょっと待って、これ、アイスになってるってことは、サンダー当てればいける？どうでしょう。5しか、どこを狙ってる？え、なになにこれ？え、いて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 い。おー、いってえな。ヒールして。あ、ちょっと待って、あ、なんかハテナがあるな。ハテナ狙えばいいのかな。回復して。どこに当てればバカめってなるから。ちょっと待ってよ。やっぱハテナを狙っていこう。おお。お、で巻き取って、イエーイ。え、穴ポコができるだけ。え、どういうこと？どこを狙っておる？でもあれだよね。攻撃したらカウンターしてくるからここ狙うしかないよな。で、穴ができる。あ、で、こいつ落とすんじゃない？ほい。え、どうなるんだろう。ゲー。ん？あ！よし、バカめ来た！ぴゃー！ドゥーン。あ。なんだ、大したことなかったね。異国争い、急ぐぞ、魔王のもとへ。ほんとだよ、もうここまで来てさ、もう何様のつもり、こいつ、マジで。いやー、もうビネがおこだわ、マジで。よかった、でも、え、あ、MP がな、ムンちゃんがちょっと心配だけど、いや、シェルター使うか。まあ、また買えばいいもんな、お金はたくさんあるし。よし。はあ、ということでね、長くなっちゃいました。最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあ、今回はね、ここで終わりにして、次回こそ、魔王、魔法ですね、打ち取っていこうかなと思います。いやー、もうさ、ビネガーのあの演出ほんとおこだよ。もう超長かったんだけどその分ねレベルがめっちゃ上がったんでよかったんですけどね。今こんな感じですね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。